皆さんこんにちは、はるかです。今日は私が最近ハマってることとか好きなこととかものとかをいくつか紹介していきたいなと思います。で、食べ物とか飲み物とか行動とか本当にいろんなものがあるので、よかったら参考にしてみてください。はい、ではまず一つ目から紹介していきたいと思います。一つ目はこちらです。こんな感じのオイル、アロマオイルです。これは U&オイルっていうオイルで、セルフケアをするためのオイルです。で、例えば疲れた時とか、どこか体の調子が悪い時とか、気分転換とかリフレッシュしたい時とか、あとは夜寝る前とか、もう本当にいつでもいいんですけど、自分のその時の体の調子とかコンディションに合わせて、たくさん種類があるこのオイルの中から自分に合うものを選んでセルフケアをするっていう感じのものです。で、こう気持ちを整えてくれたりとか、その時の体の悩みにアプローチしてくれたりとか、そういうことをすることで日々の生活をもっと豊かにしようっていうコンセプトのブランドです。で、私は今このオイル5種類持ってて、多分全部で10何種類かあるんですけど、そこから好きなのを5個選んで今持ってて、それをこうヨガの時に使ったりとか、あとは寝る前に使ったりとか、よく眠れるように、あとは一つ持ち歩いて外でこう疲れた時とか、ちょっと頭重いなとか気分転換したいなっていう時に使ったりとかしてます。で、この U&オイルの特徴として、効能別に分かれてるんですね。名前が全部違くって、中のオイルもその体の悩み、それぞれの悩みにアプローチできるようにブレンドされてます。で、例えばこれだったらナイトで、例えばナイトだったらラベンダーのオイルとかが入ってて、寝る前に使うとよく眠れたりとか、深い眠りに入れたりとかっていうのに使えるし、あとは何だろうかな、ヘッドっていうのもあるんですけど、ヘッドっていうのはちょっと頭痛がする時とか、頭が重たいなっていう時に使うのがおすすめですっていうオイル。全部こうおすすめなんですけど、その私はその効能別に使うのももちろんいいなって思うんですけど、普通に自分の好きな香りを一つ選んで使うのがもう一番シンプルでいいのかなっていうふうに思ったりもしてます。で、私がいつもヨガの時にする使い方は、手のひらに出してあげて、それを手のひらで温めます。で、その手のひらに広げたオイルを顔の近くに持って行ってあげて、何回か深い呼吸をしてあげてます。で、まだ手にオイルが残ってる状態なので、それを首とか肩周りとかに伸ばしてマッサージしてあげるっていうのがすごく私の好きな使い方で、で、すごく心が落ち着くし、集中するモードに入れるし、あとは首周りにつけてあげると、ヨガをしてる最中も匂いそのアロマの匂いが残るんですね。そう、だからその使い方がすごく好きでよくやってます。あとは寝る前に使うことがやっぱり多いかなっていうふうに思います。寝る前、ベッドに入る前にこうさっきみたいな使い方をしてあげてもいいし、で、このナイトのオイルはみぞおちのあたりと、あと足のあたりに塗ってあげるのがおすすめだよっていう風にされてるから、その使い方で使ったりしてます。で、おすすめのアロマオイルを本当によく聞かれるんですけど、この U&オイルはたくさん種類があるから、自分の好きなものとか自分に合ったものを自分で選ぶことができるし、あとは値段も全然高くなくて、だいたい1本1000円前後。普通アロマオイルってちょっと高いイメージがあるかもしれないんですけど、このオイルはそんなに値段がね高すぎないので、手に取りやすいかなっていうふうに思います。次、私が最近ハマってよく飲んでるスタバのカスタムを紹介します。で、私本当にコーヒーが好きで、毎日コーヒーばっかり飲んでたんですけど、最近ハマってよく飲んでるのが、豆乳でオールミルクのホットのチャイティーラテです。で、スタバのチャイティーラテって普通に頼むと半分がお湯で半分がミルクでできてるんですね。だけどそれをオールミルクにすると全部ミルクで作ってくれるので、一気に濃厚になってすごく
美味しいです。で、あとは豆乳とチャイの相性もすごくいいなって思うので、それをねオールミルクで飲むと本当に美味しいので、スタバが好きな人とかよく行く人がいたらぜひ試してみてほしいなって思います。で、私はもともと学生時代スターバックスで働いてて、でその時に一緒に働いていた友達で今も仲いい友達がこれ美味しいよっていうのを教えてくれて、でそこからハマって最近よく飲んでます。すごく体が温まるし、これからの季節どんどん寒くなってくるので特におすすめかなっていう風に思います。でもう一つ一緒におすすめしたいのがエコカップですね。で今動画でも出てきたかなっていう風に思うんですけど、自分のカップ何でもいいので、ボトルでもカップでもマグカップでも何でもいいので、自分のカップをこう持って行ってそこに入れてもらうっていうことを本当におすすめしたくって、もちろんスタバだったらどのカップでも入れてくれるの でしかも少し割引もされます。カップ割引っていうので、こう自分のカップを持ってきてくれた人には割引で提供してくれるし、他のどのカフェでも基本的には多分入れてくれると思うので、ぜひぜひ自分のカップを持ってカフェに行く時とかはそれを使ってほしいなっていうふうに思います。本当にそのものの15分とか飲み切っちゃう時はね、それだけのために一つのカップを使って捨てるっていうのは本当にもったいないことだし、自分のカップを持っていったら温かいものはずっと温かく飲めたりとか、逆に冷たいものは冷たいまま飲めたりとか、保温性のあるものだったらそういうことができたりとか、本当にいいことしかないと思うので、それもね本当におすすめするので、どんどんやってみてほしいなっていうふうに思ってます。次、お家でヨガをするときに最近よく使ってるサービスを紹介します。リーンボディっていうサービスで、月額制でヨガとかピラティスのレッスンの動画がネットフリックスみたいな感じで見放題でこう見ることができるっていうサービスです。スタジオに行く時間がない時とか、朝起きてすぐヨガがしたい時とか、夜寝る前にヨガがしたい時とか、あとはなんだろう、ただ単にスタジオに行くのがめんどくさい時、誰しもそういう時ってあると思うんですね。そういう時とかにすごくいいなって思います。で、私の場合は年内には一般のお客さんを呼んでヨガのレッスンをやりたいなっていう風に思っていて、今インストラクターをやるための練習とか勉強とかをしている段階なので、とにかくいろんな先生のレッスンを受けに行ったり、いろんな種類のレッスンを受けに行ったり、本とか教科書とかでこう勉強したり、いろいろたくさん吸収したいので、そういう意味でもたくさんのレッスンをこう月額で見ることができるので、そういう意味でも結構使ってます。普通にねヨガがしたい時に使うことももちろん多いんですけど、そういう意味でも私の場合は使ってます。で、リンボディはこんな感じのページで本当にたくさんレッスンがあって、レッスンの長さも短いのもあったり長いのもあったり、いろいろあるので、その時の気分だったりとか自分の体の調子によって好きなものを選ぶことができます。で、実は私このリンボディの一つのコンテンツ、インストラクターさんに日々の生活とかいろいろこうインタビューするっていうコンテンツがあるんですけど、それに出演していて、そうだからこれを私がおすすめしたら、それでこう見てくれる方がいたら、それで私が見られちゃうのが結構恥ずかしいんですけど、そう普通にレッスンの方じゃなくてそのインタビューのコンテンツがあって、そこで出たことがあって、お仕事で、だからちょっとそれが恥ずかしいんですけど、でもただ単にすごくおすすめのサービスなので、普通にヨガが好きな人とかピラティスやってみたい人とかはいいんじゃないかなっていうふうに思います。次、4つ目ですね。4つ目は行動です。で、これは最近ハマっていることというか、私が昔からずっと続けてやっていること、継続してやってることなんですけど、それはウィッシュリストを書くことです。これはもう本当におすすめです。ただ頭の中にパッと浮かぶやりたいこととか
目標とか叶えたいこととか自分のなりたい姿とかこういう気持ちの持ちようになりたいとか本当に何でもいいんです。欲しいものとかそういうのをノートに書き出すっていうことをやってます。でこれは絶対に携帯のメモとかパソコンのメモとかじゃなくて自分の手でペンでノートに書くっていうのが私は大事だなっていうふうに思ってて、私がノートに書いていることはもう本当に単純、自分がこれからやりたいこと、小さいことでもいいんです。本当に今週来週とかにできることでもいいし、もっと長い目で1年5年10年で叶えたいこと、やりたいこととか住みたい場所とかこういう生活が送りたいとか何でもいいので、頭に浮かんだことをとにかく言葉にして書き出すっていうのが大事だなっていうふうに思ってて、それをずっとやってます。でなんでこれをすごくおすすめするかっていうと、自分で頭で考えて紙に書くことで脳みそが勝手にそっちの方向へ向かってくれるようになるんですね。で例えばじゃあ何々をやる、何々をするとかっていう目標があったとして、それを書くことで自分の中でそれが目標なんだっていうのが明確になるから、それに向かう一つ一つの行動、一つ一つの選択が勝手にそっちに向かうように自分の中でなっていくっていう風に思ってて、で実際に私すごく昔にバーってたくさん書き出したことがあって、その紙がふっと出てきてパッて見た時、多分2年ぐらい 1,2 年経ってたかなって思うんですけど、結構ほとんど達成することができてたんですね。でもちろんそれを書き出した時は全然それは簡単なことじゃなくて結構難しいことだったりとか、その時の自分の立ち位置からは結構遠いところの目標だったりとかするんですけど、案外叶うんです、それって。でちゃんとやっぱりそこに向かう意識があって、自分の軸がちゃんとそこに合ってれば叶うなっていうふうに思うので、それその自分の叶えたい目標を叶えるためにもそうやってウィッシュリストを書くっていうのはすごくおすすめしたいなっていうふうに思います。で書く時のポイントが一つだけあって、例えばじゃあどこどこに行きたいっていう目標があったとする、あとは何々をしたいっていう目標があったとする、でそういう何かがあった時に何々したいとかどこどこ行きたい、何々欲しいっていう書き方をするんじゃなくて、例えばハワイだったらハワイに行きたいじゃなくてハワイに行く、でじゃあパソコンが欲しいだったらパソコンを買う、車を買うとか、インストラクターになりたいとかだったらインストラクターになる、何々の資格を取るとか、こう欲しいとかなりたいとかやりたいとかじゃなくて、もう言い切り、なるとかやるとか買うとか住むとか、そういう言い方をしてあげること、ちょっと力強い言い方をしてあげるのがいいなっていうふうに思ってます。願望を願望のままで終わらせたくなくって、欲しいと思ったもの、やりたいと思ったことは最後までやりたいし、欲しいものは欲しいし、そこを願望のままで終わらせるんじゃなくて最後までやりたいから、それを明確にすることはすごく大事だと思います。案外ふっと思いついても忘れちゃったりとか後回しになっちゃったりとかすることが絶対多いと思うから、そのためにも書くのってすごくいいと思うんですね。で私が実際にどういうことを書いているのかっていうのはちょっと恥ずかしくて言えないんですけど、でもその前に書いてて今叶ってることとしては、例えば学生時代に書いたことだったので、自分でパソコンを買うとか仕事で海外に行くとか、あとはその時学生ですごくヨガが好きだったからヨガをもっと発信したい、するとか、もっと自然と触れ合う時間を作るとか、そんな感じかな。本当にたくさんあったけど叶ったもので、よく覚えてるのはその辺ですね。あとはおじいちゃんおばあちゃんを旅行に連れていくとか、家族で旅行するとか、あとは誰々にあれをプレゼントするとか、そんなようなこと、小さいことをたくさん書いたりとかしてます。そう、これ本当におすすめなので、やりたいことがある人とかやりたいことがわからない人にもすごくおすすめです。だから皆さんにぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。
次、最後です。最後の一つはローチョコレート、ローフードっていうものに最近ちょっと興味が湧き出してハマってます。で、特に好きなのがローチョコレートです。で、私本当に甘いものが好きなので、いつもねチョコレートを食べてたんですけど、で、ローチョコレートがあるっていうことを知って作ってみたんですね。で、そしたら本当に美味しくって、いつも食べてる市販のチョコレートよりも自分で作ったローチョコレートの方がすごく美味しかったんです。で、そこからすごくローチョコレートにハマっちゃって、最近本当によく作ってます。で、ローチョコレートが何なのかっていうと、私も全然まだ勉強してないからわからない、触りのことしかわからないんですけど、一回溶かし、熱で溶かして加熱するとかそういうことをしないで作るものです。で、加熱しないで作ることで元々のカカオの栄養素、加熱すると壊れちゃうみたいで、その栄養素を加熱しないことで壊さないまま栄養素を保ったまま、チョコレートにする、チョコレートを作るっていうのがローチョコレートらしいです。だから栄養素をたくさん取ることができます。で、私が最近作ってるローチョコレート、特にローブラウニーっていうのを最近よく作ってるんですけど、そのローブラウニーはお砂糖が入ってないのと、あと卵も使ってなくて、あと小麦粉も使わないで、だから動物性のものがフリー、何も入ってないものを作ってます。そう、だからそういうことをいろいろ考えてもすごく体にいいし、栄養素もたくさん取れるので、自分で作る方が楽しいし、何が入ってるのか分かるし、栄養も取れるし、いいなっていう風に思ってよく作ってます。で、ただココナッツオイルを入れてるのでカロリーが低いかって言われたらそうではないと思うので、痩せるとかっていうのとは多分またちょっと違う意味のものになると思います。で、どうやって作っているのかっていうと、ちょっとこれはまた別の動画で詳しくやりたいなって思うんですけど、簡単に説明すると、ガナッシュと生地の部分で分けて作っているんですけど、ざっくりと中に入っているものを言うと、デーツ、アーモンド、あとはオーガニックのカカオパウダーと、あとは蜂蜜を少しと、あとはココナッツオイルと、あとはお塩を少し入れるくらいかな。多分それぐらいしか使ってないですね。で、私が最近使ってるカカオパウダーはこれです。このカカオパウダーです。これはアイハーブで購入しました。アイハーブいろんなこういうスーパーフードとかがあったので、こういうの気になる人はアイハーブ見てみたらたくさん種類があると思います。そう、これで作ったらねすごく美味しかったのでおすすめです。そうで、それをこうミキサー、ブレンダーに全部入れてかき混ぜて、タッパーとかに詰めて冷やしたら簡単にできるので、なんかもうちょっといろいろ工夫して作れたら、まあ、レシピとか、本当そんなレシピを紹介するほどのことでもないんですけど、なんかね紹介できたらいいなって思ったりもしてます。本当に私はチョコレート好きなんですけど、チョコレート好きの私が本当に美味しくて止まらなくなっちゃうぐらいハマってるので、でしかも非加熱だから栄養素も壊さぬまま取れるし、卵とかお砂糖とか小麦粉とかも入ってないっていうので、まあちょっとグルテンを制限している人とか、小麦粉がちょっとダメな人とか、卵アレルギーの人とか、ちょっとお菓子がね食べれないものがあったりすると思うんですけど、そういう人にもいいのかなって思ったりしました。そんな感じで今5つ紹介したと思うんですけど、その好きなこととか好きなものとか、よくやってる行動とかいろいろあったと思います。そういうものにハマりながら、そういうのを取り入れながら最近は生活をしてます。で、本当に全部おすすめで、皆さんにぜひ試してみてほしいなって思うものなので、何か気になるものがあったらチャレンジしてみてほしいなって思います。では今日の動画はこの辺で終わりにしていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。Thank you.